石川県金沢市の工房で仏像を彫る人がいる。仏師の坂上俊治さん。坂上さんは千葉県市原市出身。2013年金沢市で工房を構えました。富山県南砺市の仏師に弟子入りし、仏像の魅力に引き込まれました。今では全国から坂上さんのもとに仏像を注文しに来ます。仕事にかかる前、必ず道具に磨きをかけます。彫刻刀およそ300本、どれも木に命を吹き込む大切な道具です。不動明王像を彫っています。この仏像は北海道のお寺の本尊として納められます。仏像を作る前に訪れる場所があります。仏師にとって大切なのは木材選び。イメージ通りの木に巡り合うため妥協はしません。たくさんの木で彫ってきた坂上さん、よく使う木材は木曽ヒノキ。木曽ヒノキは昔から神社仏閣で使われた日本が誇る木材。木目が細かく質感がいいので仏像には最高の木材です。そんな木材から仏様を出していきます。また坂上さんの仏像にはお客様の思いを大事にするためにたくさんのこだわりがあり、それに感動したお客さんが全国から注文しに来ます。例えば坂上さんの仏像は地震で壊れたり破損した時のために修理ができるように分解できる作りになっています。次の世代の仏師が修理できるように仏像も思いも大切にしたいと言います。またお客さんの思いなどを巻物にして仏様の体内に入れることもあります。何のためにどのようにしてできたのか、家族の名前を書いていつも仏様に守られますようにという思いのお客様も少なくないそうです。実際にお客さんと会ってお客様の思いを汲み取り、サイズや姿、形をオーダーメイドし、世界に一つの仏像を作っています。拝むとか、心とか、大切な方を思う気持ちとか、そういうことが大事なんじゃないのかなと思います。まあ、そういう仏像を通して、もう一度そういう方を思い出すきっかけになれればいいかなと思っています。坂上さんは、インターネットによる情報発信で世界から注目を集めています。お客さんによって仏像をお願いするまでに思いやストーリーがあり、そのような思いを伝えられないかと考えた試み、世界から注目を浴び、フランス・パリで展示会を行いました。不動明王の顔が出てきました。ここからは最も神経を使う作業。ちょっとした人削りで表情が変わってしまいます。入念な作業と繊細な彫刻が続きます。不動明王像が完成しました。北海道の寺の本尊です。これからたくさんの人が坂上さんの仏像に手を合わせていきます。坂上さんは手を合わす人の思いに寄り添い、これからもただ一心に彫り続けます。